トゥーハート2ダンジョントラベラーズ102回目です。さあ四天王戦、オーディーン、カーミラ、アスモデウスと倒してきて、いよいよラスト、今回はミルディンを倒しに行こうということで、この長きにわたった、長くねえか4日にわたった四天王戦も今日でラスト。このパーティーで倒せるかな、今まで順調に来れているんで。よし、強者の証を持って、今回はダークカテドラルですね。ダークカテドラル全域、全域か。よし、じゃあ行ってみるか。どんな敵かな、ちょっと本当戦ってみないと分かんないから。全域って言われてもとりあえず口笛吹いてライトをつけて、おお、この辺を歩き回ってみるよ。できればね、事前にバフを入れてってやりたいんだけど、ウォークライぐらい入れてみるか。ウォークライとか、あ、カバーパリーとかは切れちゃうかな。ちょっと走り回るんで、目が回っちゃう方は要注意です。カバーパリーが切れた。やっぱダメだな、ランダムエンカウントだから。出たよ、おい、切れた後に出やがったんこいつミルディン出たな、お前が最後の四天王ミルディン。猫ちゃんいるじゃん。なるほど、サーチアイやりたいね、とりあえずね。まず、まあ、カバーパリーは入れておくべきだよな。なんだなんだ、お前は何をする、そして何が効く。スロー、スロー入らないか。まず状態異常チェック、スローはブロック。じゃあ真ん中はとりあえずルーズ、スローブロックか。何をすべきか。ディバイにインシュランスでもかけとくか。シルファーは掃除をして、お、みほら、もううちのシルファもエロダンスに見とれてるよミルディンは。あ、サーチアイ、よし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 、ちょっと何が効くのか見させてくれミルディン。 HP は 26,800。 ほう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 、うえ、何、ちょっと属性魔法全然効かねえわ、 100%。あ、だからどっちかっていうと物理だわこいつ。クソ、じゃあやっぱなんかダークロードとか侍とか脳筋パーティーで行くのがいいんだこいつ。今のうちのパーティーどっちかっていうとマナカだからな、マナカの火が重要だから。前回アスモデウスに麻痺効いたし、麻痺入ったりしない、どうだ。あ、ブロックか、全部 100% だからな、何言っても変わんない正直。じゃあファイヤー、あとはじゃあシルファが速度ダウンをしてサルサを入れ、あ、お前がルーズを使うの、敵がルーズスピリット使うって怖いね。大丈夫かな、凍結は入んない。あー、ブロックか、こいつ何も効かねえわ。あー、真ん中のファイヤーも入らないな。シルファー、サルサをメテオ、やばい、メテオは全体土だ。メテオ、あ、じゃあさ、スペルガード魔法ダメージを一度だけ軽減、これだよこれこれ行くの、あ、スピードアップしてなかった、スピードアップからの、まだルーズが生きてるからちょっとでもファイヤーで、シルファーは500を地道に入れてくれ。防御どう、耐えれる、何それ、おお、え、今何食らった、こんな初めて、敵の全体攻撃で一気に全滅ってアンラマユにもされたことないすっげ、何今の、ロードして戻ってきました、もう頭からやり直しだよこれ。どうしよう、パーティー変えるか。魔法よりもやっぱりさっき言ったように物理でガンガンだな。
ちょっとここはパーティー変えていきましょう。どうするべきだ。ヨッチはいいだろう。じゃあサム、ダークロードルリちゃん、サムライハ、あ、待てよ、くのいちありだな。くのいち入れるか。かりんちゃん、でシルファはやっぱ毎ターン500ありだと思うんだよね。あとじゃあマーリアンでも連れていくか。うん、マーリアンも十分ファイターとして使える。ルリちゃんのダークオーラが敵に入ったら美味しいね。ダークオーラ入りつつ、カリンちゃんのくのいちの、あの行動速度下げるやつで行動速度下げて、シルファがマズルカでさらに速度を下げてってやったら結構余裕できるんじゃないかな。あと状態異常はなんだ、結構早い段階で終わっちゃったからちょっと分かんないんだけど、あ、ちょっととりあえずこの辺今何もつけてないから強いやつを、あ、防御の魔法、防御の魔法がかかってる方がいいか。というかこのパーティー回復できねえか。じゃあ、あれ、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。あー、そうか、回復、そっか、6人で行きたい。ルリちゃん、ルリちゃんを外していくのにするか。さすがに回復行くので回復しないとしんどいよな。じゃあカリンちゃん、マーリャン、ヨッチ、行くの、シルファ、いや待てよ、カリンちゃんじゃなくてダークロードのルリちゃんを優先すれば、優先すればこういうことが発生しますよね。ルリちゃん、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 こうしたら、ほら出た。大好き貧乳スキル、これでスピード上がったぞ。こっちの方がいいんじゃないのか。ちょっとルリちゃんに任せるか。ルリちゃん、うん、そしたら、まあ、あ、モリアン、あ、でも火雷耐性アップとかいいのはつけてるんだ。さっきあいつメテを使ってきたんだよな、あれで全滅したのか。このままでもいいのかな。あー、それか蒼龍の鍋つかみ、いや、こっちの方が安全か。こうするか。あ、マジカルメガネつけていくか。いやいや、今は普通にマジカルメガネより速度アップ、いや、魔法防御力アップ、こんなんつけていった方がいいか。サーチアイ、このメンバーでサーチアイってできないかな。できないかもな。ちょっと先のわからない戦いにはなりそうだけど、この方が安全だな。よし、行ってみるか。あー、じゃあちょっとこのパーティーでいろいろ整えたんでセーブしておきます。はい、オッケー、よし、じゃあ行くの、口笛を吹きながら行こう。出てくるタイミングを教えてほしいな、本当に。バフかけていきたいわ。予想しようか。ここで出る。もう出るね。この辺りでね。なので、カバー、パリー、あ、魔法ダメージ一度だけ軽減。うん。そっか、マーリアンもカバーパリーできるんだもんね。よし、完璧。ほら来い、来いよベネット、銃なんか捨ててかかってこい。ああ、バフが、バフが、わしのバフが、ああ、全部切れた。
な、このタイミングで切れたらコントローラーぶん投げるとこだったけど、やっぱダメだな、狙って出てこないな。結果 TP を使っただけ。またあったね。びっくりしちゃった。なんだよ、ロクさん。しのぎです。ロクさん微妙さ。あ、カリンちゃんいるし、卵サンド買ってあげる。買ってあげる。いいよ。持ってきな。あ、カリンちゃんいねえや。ルリちゃんだった。連れてきたの、そうだ。間違えた。間違えた。卵サンドはマリアも食べ。はい。出た、卵サンドに釣られてやってきたな。お前もカリンちゃんに並ぶ無類の卵サンド好きか。そしたらカバーパリーをまずやるべきだよな。あー、マーリアンはカバー、いやパリー掃除するか、まずで状態異常が何も入らなかった。だよね。フリートネス入れて速度アップ。ホーリージャッジ。よっち何？大丈夫？おお耐えた。大丈夫今のは痛くない。パリー。ホーリージャッジって魔法だよね。魔法ってパリーできんのか。一応でもまあマーリアもパリー。イベージョン。シルファの速度が上がったんでマズルカで行動速度ダウン。出たルーズスピリット、これやばいよ。ちょっとじゃあもう一回あれやるか。あれでもさっき魔法ダメージ一度だけ軽減って やったにもかかわらず全員クリティカルだった。見事なまでにクリティカルだったよな。あ、それかオーラルエリミネイトでプラス強化を消去消せる、まさか。マーリアン？あ、消す。あ、え、消せない？これオーロラでなんとかエネミネイトって 100% かな確率。え、分からん。なんだこれ。どうしよう。これ次打ってくる。いや、な何もした唱えじゃないか。毎ターンダメージとりあえずサルサ入れて。インフェルノ、インフェルノが来た。これ止め、詠唱止めないとまずいね。バーサーク入れよう。マーリアはもう一回オーラーエリミネイト。消せないプラス強、消したさ、これだ。ミルディに敗れたり。お前の攻略法分かったぞ。これだわ。やっぱ持つべきものはマーリアンだな。マーリアンやってくれるぜ。待って、でもこれで耐えられるか。詠唱自体は止まってない。怖い。耐えて。あ、耐えた。いいね。バーサーク入ってるからレイジング。いいよ。そしたら速度アップパリー。やっぱ魔法ってパリーできないよな。そうだよな。どうしよう。マーリアもじゃあバーサークでも使ってレイジング入れるか。ここはイクノタタンで回復。お、いいね。500、毎ターン500。ただやっぱね、サーチアイがないからどの程度ダメージを与えたかとかがもう全くわからない。また。でも今ルーズ入ってないから耐えられるんじゃないかな。っていうか物理で止まんない？あー止まんない。マーリアも一発レイジング。止めろ。あー止まんない。あ、マーの奇跡、素晴らしい。持つべきものはマーリア。止めろ。止まんねえ。これもう耐えるしかない。やっぱでも痛いね。ここはね、じゃあウォークライかけてバーサーク状態の2人の攻撃力をさらにアップ。じゃあさらにレイジング入れていくか。レイジング2000入るもんな。すげえな火力。マリア
2000、すげえ。そしたらここは行くのたたんで全開。よし、じわじわ500削ってるぞ。シルファーライトニング、これはウォークライが入ってるから、あ、魔法ダメージ一度だけ軽減入れとくか。スペルガード、今回ヨッチはこういう役割かな。スペルガードをひたすら入れる、でルリマーでひたすらレイジングで削るっていう強戦士と化したこの2人が。いいよこれ、ちょっともう体力わかんないけど結構削ってるよ。毎ターン500も入ってる、これ耐えれるっしょ。耐えれる耐えれる、いけるいける。そしたらさらにレイジング、ザックザックで、イクノタタンで回復。ここはねまだスピードアップ、あ、一応掃除しとくか。ライトニングの炎症、うん、このパープ、マーリアンパリー意味ないわ、こいつひたすら魔法打ってくるわ。ここ防御だな、防御耐えて、よし。あ、ちょっとルリちゃん危なかったね。スピードアップが切れた、ちょっとこれは入れておこう。スピードアップ、イクノタタン、あー倒したおお、シルファのエロダンスで倒した。やっぱあのザックザック切ってるので削ってたんだ相当。見くびらないでほしい。ああでも強かった、さすが西洋の視点の、やっぱルーズスピリットを入れてからの全体はえぐいね。あんなゲームオーバーす、ちょっと初めてだった。女の子が魔法を詠唱した瞬間、俺の仲間の一撃が炸裂。一撃っていうか、シルファのダンスがね、完全に不意をつかれたため、女の子が吹っ飛ばされて壁に激突しそうになる。危ない！俺は慌てて女の子のベルトを掴んだ。そのため、壁への衝突は免れたが、服は弾け飛び、女の子はベルトに絡まって身動きが取れない状態になってしまった。何すんだこれ！こうはならんやろ絡まってる。あーでもいい、かわいいねこの子。魔法使いミルディン、いいな、かわいいな。こんなほっぺたにハートマークついてたっけこの子。いいね、いいな、一番好きかも四天王の中では。ミルディン推しになるわ俺ミルディンルート攻略するわ俺俺は助けてあげようと。そういえばトゥーハート2本編でもあのサーリアンがランケーブルにぐるぐるに巻かれるっていうエロい絡まり方するってのあったな。せっかく助けてあげたのにお礼も言われずに怒られるとは、なんとか なんだか納得がいかない。早くしろ。はいはい、仕方がないので掴んでいたベルトを緩める。するとそれまで隠れていた部分が見えそうになってしまったため慌てて引っ張り直す。痛いだろ話せって言ってんのに逆に引っ張ってどうすんだ。でもベルトを緩めると、俺は絡まっている部分に目をやる。すると女の子もようやくその意味に気づいたのか、今度は ダメ話すな、絶対に話しちゃダメだぞ。あ、この恥じらいがあるのがいいな。前回のアスモデウスとかも知女だったもん恥じらいがあるからいいんだよねと言い出した。どっちだよ、しょうがないので俺はさらに力を込めて引っ張ると。やめろ、引っ張りすぎだ見える、見えちゃうだろ。見えちゃう、じゃあ俺にどうしろと。あっち向け。あ、なるほど。女の子は俺の後ろで文句を言いながら服装を整えている。助けてあげたのにどう考えても理不尽だ。そんなことを考えていると、とりあえず助かった、ありがとうな。かわいいじゃんちょっとミルディンちゃんにキュンときちゃったわ。突然優しい声が聞こえたので振り返ると、すでに女の子の姿はなくなっていた。へー、いいね、ミルディン。ミルディン推しだわ。ミルディン、お、ミルディンの杖だミルディンの形見だ。ミルディンの杖って、マナカか。強いかな。持ってるかな。あれ、いや、どうだろう。あ、証。証、ちょっと何、四天王、全部倒した。証、証。お、新四天王討伐完了。おお、
世界をさまよっている4人の強敵を倒した。そうだよね、オーディーン、カーミラ、アスモデウス、ミルディン、やった。あ、そうだ、あとハナさん、ハナさん、ハナさん聞こうじゃないか。ナースキャップちょうだい。頑張ったね。いらねえんだよな、ナースキャップも。もう いっぱい持ってんだよな。今できるとするなら、カーリーの腕輪っていうのは持ってないから、むしろも上げたくないんだよね。ゲットしたとしてもアロンダイトを2個集めてくる。でシャムロックがゲットできるけど、これも持ってんだよね。お嬢様によろしくね。ケーキはこれはどうだ。花さんガチャ。あ、ナースキャップを7個集める。あ、それかい。しっかりね。今もう俺5個持ってる。スノードロップっていうの欲しいね。もこれは持ってないっすね。スノードロップゲットしたい。ナースキャップはな、あ、ちょっと待って、見る、まずごめんなさい、ごちゃごちゃしちゃって。ミルディンの杖はどんな感じ。お、いいよこれ。 RES 魔法防御下がっちゃうけど、あ、すげえ上がる。あ、いい、ミルディンの杖。おお、さらに真ん中の火力が上がった。ミルディン、ミルディンちゃん超優秀じゃん、可愛いし。よっしゃ、そしたら待って待って、ナースキャップ、ナースキャップを調べよう。ナースキャップ、今依頼したのがナースキャップを7個で、今持ってるナースキャップが頭だよね。ナースキャップ、あれ、俺これなんだ、ヘルム、ナースキャップ1、2、3、4、5、6個ある。あと1個だ、あと1個。今取り出したのがもしかしてナースキャップってことない。全然そんなことなかった。はい、取りか、それで。じゃな、ナースキャップは俺どこでゲットしたんだ。こういう時はモンスター図鑑だよね。モンスター図鑑、これ地道に見ていくしかないか。ナースキャップ誰が持ってた、俺どこでゲットしたんだ。それか花さんの依頼で別に何か出ないかなって、てかもう一回四天王倒したらもらえるとかないかな。もう一回ミルディンちゃんに会えるなら会いたいし。ちょっと待って、ナースキャップ、アルジュナ、お前か。四天王が落とすの、四天王マジで。でもスノードロップってなんか良さそうですよね。ちょっとまだ正直時間があるし、アルジュナ倒しに行ってみるか。アルジュナは確か右上にいたやつだと思った。だよね。え、アルジュナ、アルジュナ、うん、アルジュナ、あれどこ行った、こいつか。何が効くかとか覚えてないな、もう。でもこれ確実に落とすとは限らない。とりあえずこの5人で行ってみようか。ちょっと面倒だけど、この右上だった記憶がある。行ってみるな。ちょっとじゃあ、アルジュナのところまで一気に行きます。はい、今ボスの前の扉まで来ました。もうあれだね、倒した場所だとまがまがしい気配を感じるとか出ないんですね。なんかさらっと来てしまった。でもうここにいるって分かってるから、とにかくバフをかけまくりました。これで、おー、久しぶり、アルジュナちゃん生きてたね。また会えたね。とにかくじゃあ攻撃しまくるか。どんなやつか本当覚えてない。あ、ダークオーラー、
お前ダークオーラなのか。なんか聞くっけ、スローとか入るか、ブロック。ああ、とにかくやることは変わらない。何この強そうなの、近距離向こう。おいおい、近距離パーティーだっつーの今これ。近距離向こう、そんなんやってきた。あーだからマーリアン、あー違う、マナカ、マナ、あーマナカ、あーマナカちょっと今これもうやり直す、マナカ連れてくる。これだって攻撃しても向こうでしょ。なんだよそれ、近距離向こう、鬱陶しい。俺のビビに良いな、これは。あ、せめて状態異常何か、うん、困ったな。トルネード何回か攻撃、あ、というか、あ、そうだよマーリアン、まあそうだよマーリアン、マーリアン、マーリアン、マーリアンで打ち消せる、そうだそれだ。今こいつ何唱えてんだ、ムーンカーテン、マーリアンのオーラルエリレレレレレ、近距離向こう、あれブロック、なんでだよ。近距離で近距離技を消したから、どうすんのこれ。見とれてる、あ、見とれてる、よかった、もっと見とれてていいよ。うちの出番や、いやー負けないっすよ。なんか別にそんなに脅威には感じないけど、単純に面倒いな。ブロック、近距離向こうって消せないん。凍結って試したっけ、凍結、あ、ダメだブロックだ。シルファで倒すしかなくなっちゃってるんだけど今シルファの毎ターン500しかないよこれ、どうすんのよ。どうしよう、なくなんねえかな、攻撃してたら。ひたすら耐える、ひたすら、ちょっと待って、じゃあフミルイルで余地回復してあげて、時間が経つのを、時間が経って、あれ、あ、まず、あ、しまった、マズルカしか入れてないじゃん。サルサ、サルサ、サルサどうしたよ、おい。ルリちゃんは HP アップでも入れておくか。見とれてる。まず、あ、サ、あ、サルサ、サルサね、サルサ。はい。アローレイン、ああ結構いて、これさ、ほんとマナカいないとダメだな、ダメだな分かった、あ、待てよ、近距離、あ、なくなってる、あ、おいおいおい、なんだよなんだよ、急に、いけるいけるいける、おい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 近距離通じるよ、あ、防御しちゃった。バーサーク入れて、今のうち今のうち、金、ウォークライ、マーリアンバーサーク入れよう、キュピーン、レイジング2000ぐらい、おお2000入った。ダークオーラ鬱陶しいけどな、ダークオーラはフミルイルで都度回復してあげるか。ダンスというかルリちゃん回復しないと危ねえな、その前に、そうだな、ルリちゃん回復、ルリちゃんはバーサーク入ったから、このアホ、めんどくさいことしやがって。そしたらヨッチも1枚、これでガンガン削っていこう。おい、うわ、すんげえ下げられる。
マンドラ節約したいな。フミロイルで。なんだよ、紳士天皇よりこいつらの方が鬱陶しいぞ。速度アップをして、ん？なんか出てたな今。何負けないっすよ。掃除、速度アップ、速度アップ、行動速度ダウン、マズルカとサルサだな。まだバーサークは入ってるんで、レイジング、いいね。お、大丈夫か。全然食らわないじゃん。あ、敵の攻撃力ダウンがあったか、マーリア。これ入れとこう。やってんのは結構物理だもんね。したらサルサ、ほい。多分ね、別にそんなに HP 高くなかった気がすんだよね、こいつ自体は。ヨッチに TP を全部上げよう。で、バーサークが切れたバーサーク入れて、マーの奇跡からのレイジング、いいね。多分もうちょいで削れるんじゃないかなって気がするんだけど。あ、倒した。あ、これゲットしたでしょ、なんちゃらヘルム。そうだよね、倒してもお目当てのものをゲットできなかったら何回もやんないといけないから。ああ、一発できた、よかった。これは運が良かったと思う。ナースキャップやった。これでじゃあいいんだ。花さん、ナースキャップ集めた。聞こうじゃないか。おお、スノードロップ、いいね。それかい、ホワイトアルバム的な。また頼むよ。スノードロップ、スノードロップっていう曲はないか。ないけど、あー、まあちょっとなんか適当にマンドラリボン、なんか適当に、それしっかりね、いろいろ適当に受けておいたら。今頼めるのはピナーカってのも謎なんだよな。ピナーカ、それしっかり今頼めるのはスダルシャナ。マンドラプリンセスってまた宝物庫行かないといけないからな。それはちょっと鬱陶しいな。それしっかり今頼めるのはそれしっかりね、ぐらいかな。はい。じゃあスノードロップ、スノードロップはどうだ。お、なんか良さそうよ、シルファ。おー、あー、いやー、でもシルファはこの元の装備がいいから。スノードロップは、あれ、アイドル、アイドルのみ、え、アイドルのみ、ちょっとアイドルはもうシルファに。あー、そっか。じゃあちょっと待って、シルファ、このかぐや姫を脱がしてスノードロップにして、栄翔中段めっちゃついてるもんな。そうね、スノードロップの方がいいな。シルファはかぐや姫を行くのとかにしようかな。うん、 DX 命中率はちょっと下がっちゃうけど問題ないでしょう。単純にいろいろ上がりまくるのが美味しい。あと、みんな装備できるんだっけ。ああ、あと必ず使うであろう、あ、そうか、 JK がむしろ装備できないのか。逆にヨッチとかもいいな。いや、でも行くのかな。うん、行くの、行くのにかぐや姫をつける。よし、いいんじゃないですか。状態異常無効、いいね、助かるね。そしたら待てよ、ここはじゃあ行くのも TP アップなんかよりも、ちょっと待てよ、なんか普通に強いのないかな。今サンゴちゃんがつけてるよみがえるリング99を
いや、チャルがつけているこれを借りようか。うん、ディフェンスめっちゃ上がる。いいね。行くのは盾装備できないから、こういうところでがっつり。よし、オッケーかな。いや、なんかそのいろいろ目標達成できた。四天王、新四天王プラス本当の四天王も一人倒しちゃったけど最後に謎のことをしちゃったけど、これでいい装備がゲットできました。じゃあこれはちょっと先にやろうと考えていたことなんですが、アンラマイユに挑む前にもうやれることは全部やっちゃおうと思って、次回はですね、モンスター図鑑を 100% にする。もうね、モンスター残り 10% ぐらいですけど、全部捕まえようかなと思います。多分もう今出てるのを捕まえればなんとかなるんじゃないかなって気がするんだけど。なので次回の目標はモンスター図鑑を埋めるということ、封印書を全て集める。そしたらユージがなんかくれるっていう話をしてたんだよ。それもなんかもしかしたらいい装備だったりするのかもしれないから、だからね、ちょっとその辺をこなしてさらに強化できるんじゃないかっていうことで、はい、集めましょう。ちょっとこれはさすがに大変な作業になりそうだけどね。はい、じゃあ今回はここまでですね。四天王は無事に撃破、俺はミルディン推しです。はい、以上、ご視聴ありがとうございました。